こちらは2010年 W の PCGS 社鑑定プルーフ70のディープカメオというグレードです、大統領夫人のジェーン・ピアースです。ジェーン・ピアースはアメリカ合衆国14代大統領フランクリン・ピアースの大統領夫人で、大統領はこの年48歳の時に大統領に就任しています。在職期間が1853年の3月4日から1857年の3月3日です。こちら発行枚数が4840枚で、 NGC 社鑑定のプルーフ70は485枚、 PCGS 社鑑定のプルーフ70は214枚と非常に希少性が高い枚数になっています。